ヨーロッパ荒イか、セピアオフィシナリスは大型で、そしてヨーロッパにおいて最も有名な荒イカ類である。日本近海に生息するトラフ荒イかセピアフェロニツやカミナリイカセピアリシダスと根性でモンゴウイカと呼ばれる。ヨーロッパ荒イかはヨーロッパ全域の水深50の100メートル程度に生息する。地中海、北海、バルト海の砂や泥の海底に住む。 他の多くのコウイカと同様に、浅い海で産卵する。本種は、コウイカ属セピアのタイプ種である。最近の分子系統の結果では、本種は、東、アジアを代表する、コウイカ類であるコウイカセピアエスキュレンタホイル、1885、いや、同和族とされることも、多いシメセピアラッテマイニスクアゲイマードとは、禁煙でなく、むしろシリア系かシー,ピーラジャポニカソサ,サキ。 1929に近いことが分かっている。ヨーロッパ公以下のタイプ標本が取られた場所については、オシアーノと記されているだけで、具体的にどこの場所なのかは分かっていない。この標本は現在、ロンドンディンネ学会に預けられている。セピアオフィシナリスジュルジュバイ・オリベーラ1940は、当初ヨーロッパ公以下の亜種として記されたが、現在で、遠洋公以下セピアハイアレダは、 長らく、本種 S オフィシナリスの種として扱われてきた。高節腕や、触腕手の平部の吸盤の特徴などは本種に非常に、近似しているが、甲の前半側縁が弱く、王状である点や、甲は細長く、項調に対する幸福の比がオスで30から37%で、ある点などで識別できる。分布も異なり、本種 S オフィシナリスは、 北緯21度以北に生息するのに対し、このシュエスファイアレダはそれ、イナンに生息する。A 等部、B 等、C 腕、D 色腕外頭膜の大きさは49センチメートル程度、重さは4キログラムになる。亜熱帯地域の海のものは、比較的小さく30センチメートルを超えることは稀である。外頭膜背面にはトラフ文様があり、ヒレは比較的広く、 前端は、該当膜前側縁を超える。食腕手の平部の吸盤は5から6列で、中央の1列が大きい。食腕の A 膜は、広いが短く、食腕手の平部とほぼ同じ長さである。オスの左第4腕は、後接腕になり、中央付近の8から13列の吸盤は著しく、縮小している。チュニジアの沿岸で採集された本種の後配面交は、卵型で、 背面は下流状になる。幸福は、好調の30から40%。棘は短く、周囲に厚く工場の物質が沈着している。ヨーロッパコイカは、アンコウやメカジキのような大型の魚やクジラに捕食されることが知られている。また、天然では、甲骨魚砂や、貝足類、甲殻類、イカ腹足砂、二枚貝、ひもシ。 カイムシやコウ等の様々な動物を捕食している。2008年の研究でヨーロッパコウイカは肺の段階で視覚的に最初に見た獲物を成長してからも好む傾向があることが明らかとなった。例えば一般的にはヨーロッパコウイカはカニよりもエビを好むが肺の段階で最初にカニと出会った個体はフカゴエビよりもカニを多く取るようになる。ありがとうございます。